ャチャンネル。満足度が高い車、エクステリア。これは人それぞれの主観があるが、私は好きである。ボディカラーは WR ブルー。これを選んでよかったと思う。やはりスバルで WRX の冠があるのであればこの色。インテリア、可もなく不可もなくと言いたいが、ハザードのランプが少し遠い。高速道路での渋滞停止時、合流時の挨拶時に遠く感じる。ナビのモニター位置が上ならもっと良い。国産車として見れば普通より上と思う。ある意味潔い。エンジン、乗ったものだけがわかる加速。私の運転技術ではこれで十分。いや、日本の道路にこのスペックは本当に必要か。走行性能、フレーム剛性は高いと思う。ライントレースかなり高いレベル。ハンドルを切った時のリニア感がいい。乗り心地、国産車としては硬いと思うが、決してただ固めただけの感じではない。高速道路の継ぎ目ではまだ初動のショックはきつめだが、すぐに収束してくれる。もっと走ればビル足が馴染むはず。燃費、現状高速7対一般3程度で 13.8 キロ、都内大満足。価格、オプション等とつけて450万。値引き、車体とオプションでマイナス30万。満足度、自動車の運転の楽しさを味わえる車。スピードはほどほどに。そしてアイサイトの安全性、高速道路の楽ちん度、特に渋滞時に実感。個人的には安い買い物をした。試乗の時に印鑑を持っていったら即注文したくなるはず。